飛スカ池工房遺跡出土の、府本線と、伊沢オアスカ池工房遺跡は、奈良県飛ス村大和飛スにある、古代の工房遺跡。飛ス寺の地域の東南の谷合いにあり、江戸時代に築かれたため池、飛スカ池の下にあったことからこの名称がある。2001年国史跡指定。1991年に、飛スカ池の埋め立て工事に伴う、事前調査で遺跡の存在が確認され、 1997年から大規模な発掘調査が開始された。調査の結果、遺跡は谷筋に沿って南北230メートル以上にわたり、南側に工房、北側に関連する管がとめられる施設の移行跡が発見された。工房の移行から、それぞれの工房ごとに、金銀銅鉄などの金属加工、ガラス、水晶、琥珀などの玉類加工、 さらに湿気や瓦、別光細工など、業種別に配置された。総数300以上の炉を有した当時としては屈指の規模の工房跡であることが判明した。さらに出土した木管などから天武、児頭天皇期から8世紀にかけての遺跡であることも確認された。特にそのうちのある工房からは、不本線の未製品560点を及び伊型伊沢王など、 中戦関連の出土品が発見されたことから、和道会陳以前に鋳造貨幣があったことが確認され、その位置づけについても議論が行われた。見つかった木管の中でも、天皇を室博広と書かれた木管は現在、確認されている中で、天皇と書かれた最も古い資料である。アスカ寺の敷地に近接している上、アスカ清見原の宮の北東に位置することから、 アスカデラに付属する工房とする説と当時の国家、あるいは皇室に関連する工房とする説がある。また、アスカデラに増治氏に相当する国家機関があった可能性もある。さらに、律令国家における匠領などの技術系監視及び、その工房の原型としても想定されている。ありがとうございます。